ディナー懐かしでーす。あれ違うよね、俺挨拶。あ、違う、俺なんかいつもこの挨拶じゃないの。これあれ、あ、あれ、あれどうも、あれなんか、ディちゃん俺挨拶なんだっけ。おかしいだろ、おかしいだろ。挨拶忘れるってどういうことだよ。どうも、デキタスカシのゆうやでーすだよ。あ、あれは誰だ。ケンちゃんいるとこ暗くない。どうも、こんにちは、デキタスカシのゆうやでーす。今日はシンプルイズベストで最高の動画だと思う。 YouTube 動画ってこういうことを求めてるんでしょ。今トレンドのもので一番食べたいものがあって、それをただ食べる動画。コッペパン開いちゃいましたー。これよ。だってもう有名なエストケイジさん、いや瀬戸康史さんが言ってるんですよ。これもネタ抜きとかで本当うまかったからみんな食べてみてって Twitter でも言ってんの。動画でも見てさ、トップパンツァーとしてはさ、すげえ食べたくて買ってきた。早速食べていこう。これ気になってるでしょみんな。瀬戸康史ポイント95点出してたからね。チョコがさパリッとしてんだよね。ほらチョコがパリッとしてて中にさクリームが入ってるのって俺好きなんだよね。うまげー。でね、これはね何かっていうと、コッペパンを開いちゃいましたっていうパンなんだけど、瀬戸さんはこれを半分に閉じて食べるやり方をね押してた動画の中に。開いてるものは閉じたくなるからって言ってた。俺も全部洗脳されてるから。もうまず閉じてない状態で食べて、その後閉じていこうと。で断面図見ていこう。普通。いただきます。シンプルにうまい。でこれやっぱ閉じてみようと。いただきます。コッペパン食べてんなーってやっぱり思える。やっぱ閉じた方がいいよ。普通に目つ。でね、タイトルに書いたように、バン覚悟で、コッペパン開いちゃいましたを閉じちゃいましたっていう、これ、動画なんだけど。なんでね、バン覚悟かっていうのが理由が2個ある。1個はさ、天下の瀬戸康史さんが95点出して、さらに閉じることをこれから俺押していきますって、テロップ付きで言ってる。それに対して俺は、やっぱりトップパンツァーとして、閉じた後にさらに焼いちゃおうと思ってる。それはさ、もう、瀬戸さんが押してるものに対するさ、否定じゃん。それだけじゃない。これローソンさんから出てるんだけど、せっかく開いたものをだよ、閉じて焼いちゃおうって言うんだから、やっぱり闇の裏の大人の力が働いてさ、そんな不適切動画になっちゃうんだよ。ホットサンドした瞬間に。とにかく俺はだからバン覚悟でこのコッペパン開いちゃいましたを閉じていこうと思ってるから。開きたい人がいたわけだから。俺が閉じちゃったら、なんで閉じちゃったのって言う人いるでしょ。ねえ、ケンちゃんいるよね。はいはい。いい、そういうコンセプトで。バンされないでね。ケンちゃんこれ食べとく、焼く前コッペパン開いちゃいました。セブンのコッペパンじゃない。じゃあセブンのコッペパンももちろん瀬戸さん前ねレビューしてたけど、ローソンのコッペパン開いちゃいましたっていうのが出て動画でやってた。それ今あるから、どうぞ。なんだよバーン。なんすか、何。いや、何かしらのバンは覚悟してるよって、そういうことよ。意味わかんないけど俺も。やってこうよ。気にはなるでしょ。みんな多分これも食べたくなっちゃって食べると思うんだけど、ホットサンドしたらどうなのってちょっと思う人もいると思うから、それを俺がやってね。多分ホットサンドしない方がさ、ちょっとパリパリでうまいと思うから、俺が教えてあげるだけの動画だよ。意味ないよ焼いたって。焼かないはうまいから焼いてないんだから。やめるか。やめるか、もう今日ここでね。やめる、ケンちゃん。それは続けて。それは最後までやりきってほしい。分かった。その気になるから。分かった。気になるのね。ここまで見ちゃったらそれは気になるから。分かった。じゃあバン書き方で、バーン。一応このちょっと焼く前をカメラマンの H 君と、あとあの人何マンだっけ、なんだっけ、あの人の名前なんだっけ、なんで名前なんだっけ、ビーダーマンだっけ。イエーイ。ちょっとビーダーマンもさ、ちょっと一応焼く前のも食べて。これがコッペパン開いちゃいました。そうそうそう。へえ、いただきます。はい。ケンちゃんには今もう閉じて渡しちゃったけどね。そうだから、なんだと思って。普通のコッペパンだとけどと思って。ちょっとごめん、もう今ひっくり返すからちょっと見てみよう。まあなんかよくわかんない、ちょっと焦げ目がついてるのかもわかんない、黒黒いから。チョコのパリパリしたところがうまいのにさ、溶けちゃうじゃんだって。そうなんだよ。でもこれでもしだよ、うまくなってたら、それはやっぱりね、そう、ごったてできたいよ。あ、今見て見て、これ最終的に全部チョコレートなくなっちゃうんだよ。もう完成でいいでしょ。完成ー。ます、ひっくり返します。せーの、いきますよ、いきます、せーの。え、もう一回やっちゃった、けんちゃん。なんすか、どうしたの、もう焼けたんすか。見せますよ、すげー。いきますからね、俺の技見ておいてくださいね。はい、せーの、くるる。できた。はい、見ていきましょう、食べていきましょう。おお、絶対うまくなさそうだな。いいところがほとんどなくなったと思われるこちらのコッペパン。あ、でもちょっとほら
硬くなってホットサンドっぽくなってますから、もしかしたらパンが硬くてチョコがとろけてホイップも溶けててうまいっていう可能性はあるからね。見た目にはもうナンしかないけど、じゃあちょっとこれ食べていきたいと思います。熱そう、うまそう。いただきます。くっそうめえ。あー大丈夫だー、ケンちゃん。本当の事故じゃん。危ねえ。あっといい匂い。いただきます。はい。ああ、うまい。歯ごたえがだから側の方に出たね。そうなの。エイチ君も一応ほらこれ食べない。一応エイチ君には今あの普通の方と焼いた方も両方食べてもらってるから。ああ、うまいです。どっちがうまい。元の方がうまいです。俺も。もしこれがホットサンドしてうまかった場合はチャンネルがバンされるとか、やっぱりあのホットサンドしてない方がうまかったです。ということで、無事にチャンネルはバンされずに運営を続けていくことが可能となりました。そういう流れだっけ。いや、こっちが知りたいんだよ。そのバンする流れっていうのはいや、タイトルから思いついちゃったな。バン覚悟。コッペパン開いちゃいました、もう閉じちゃいました。なるほど。これ思いついた時に俺家でさ、バンバン笑って。幸せだなぁ。でもバンバン笑いながらもう急いで家出る準備してローソンに走ってさ、もう手震えながら買って、今もうな、今だから撮影終わってから思ってる。これ良かったのかな、これで良かったのかな俺の人生って。だからそのことについてぜひ動画のコメント欄で、あの僕に向けてのコメントをください。何に対して言ってもらってもいい。でもできるだけね、あんま過激なこと書かないで、バンされちゃうから。コメント欄にバンって書くのだけはやめてね。そういう遊びやめてよ。みんなでなんかバン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 やバン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 やって。じゃあケンちゃんさ、今夏休みが終わってさ、で学校が始まってなんかこう寂しくなってると思う。秋になってこれ移り変わりでさ、夏が終わっちゃって、そういう人に向けてブチ切れてる。よろしくね。いくよ。3分前。2、1。やべ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 。これはいけない行為ですから。バーン。うまいね。だからまあ、なんだろうな、コッペパン焼いちゃいましたから。勝手にやってろ。やってろ。まあ勝手にやってろって言われたんで、あの今後もやっていきたいなと。